サイバーの危機を身を挺して救ったサイバトロン第二方面軍司令官ゴッド・ジンライは瀕死の重傷を負った。そしてその命をスター・セイバーのパワーアップに捧げたのである。スター・セイバーのパワーアップ手術はここハワイ諸島の小さな島で密かに続けられていた。スターセイバーのパワーアップに取り掛かるにあたってゴッド・ジンライの大手術が自らの申し出により急ピッチで進められていた。ジャン、心配ないって。ゴッド・ジンライの手術を担当してるのはサイバトロン最高の技術人なんだから。そんなこと分かってない。自分から申し出たと言っても大手術だ。その苦しみにじっと耐えてるジンライ司令官のことを思うとヘラヘラしてられるかよ。僕がヘラヘラしてるっていうのかよ。別にそんな意味で言ったわけじゃ。ごめんよホーリー、僕なんだかイライラして。怒ってなんかいないよ。ん？どうしました？怪しい超音波をキャッチしたぞ。発信ポイントはベースの後部だ。ヘルバットのプレスターコウモリ。している暇はないわ。早速帰って報告だ。何？ゴッド・ジンライは死んだと？ヘルバット、それは確かか？足の地獄耳を疑うんですか？サイバトロンベースがどうしてハワイ諸島にいることを？いやー、ついてる時って恐ろしいもんでね。いやね、足がアメリカ西部のエネルギープールを調査しての帰り、偶然センサーが奴らのシャトルベースをキャッチしたんですよ。そこでちょいと探りを入れたってわけで。お前にしては上出来だな。お前にしてが余計じゃないですか。邪魔者が一人消えたか。おそらくスターセーバーも相当ダメージを受けているはずだ。このチャンスにエネルギーを大量に手に入れるのだ。分かっております。ヘルバット、アメリカの西部に完成したエネルギープールに各地からエネルギーが輸送されるんだったな。そうなんすよ。そのエネルギー輸送路はエネルギーロードと呼ばれましてね、そこを高性能エネルギーを満載したモンスタートレーラーがひっきりなしに走ってるんですよ。よし、そのエネルギーを狙うんだ。はは。ジャン、そしてみんなも聞いてくれ。ゴッド・ジンライは死んではいない。ゴッド・ジンライのよみがえる姿をしっかり見ておくんだ。はい。
生を祝福する。そして君は今日からビクトリーレオとして生まれ変わったんだ。ビクトリーレオ、ビクトリーレオ、ビクトリーレオ。よかったな、あっちゃん。ご苦労様。いや、これで我々も総司令官の治療に安心して取り掛かれますよ。ビクトリーレオがなんでこの部屋に移されたの？バランス回路を安定させるためとか言ってたな。入れ。うわ、僕たち挨拶に。堅苦しいことは苦手だ、ジャン。僕の名前を忘れてはいない。君はホーリー。感激。どうしたんですか？疲れている。一人にしてくれ。はい。くそ、疲れてるとこ悪いことしちゃったね。うん、でも名前を覚えててくれてよかったよ。だってさ、考えてみりゃ当然だよ。陣内司令官の生まれ変わりだもの。ビクトリーレオ、トランスフォーム。どうしたんだ？わからない。知らせなきゃ。ビクトリーレオ。どうしたんだ？まさかミスが。そんなはずは。総司令官、サンナ。ビクトリーレオ、僕だよ、ジャンだよ、わかるだろ？お願い、暴れないで。心配するな。ビクトリーレオはまだ体と心のバランスが取れていないんだ。その通り。まだバランス回路は十分に働き始めていないんだ。ロボット生命体には時として起こることがある。どういうことか僕には。自分では暴れちゃいけないと思ってもコントロールができなくて体が一人でに暴れてしまうってことさ、うん、あ、アメリカ西部のエネルギーロードに恐竜戦隊が現れた。奴らの狙いはエネルギープールへ輸送されるエネルギーだ。見ての通り、ビクトリーレオはまだ出動できる状態じゃない。それどころか危険な状態だ。分かっています。自分たちが出動します。今こそお前たちの実力を見せてやれ。任せてください。マルチアウト、マルチアウト。ビクトリーレオ、今日はおとなしくしてるみたいだぜ。ビクトリーレオなんか大嫌いだよ。総司
司令官が元気になるまでビクトリーレオが力になってくれると思ったのに、その総司令官まで押そうとするなんて。ゴッド陣内司令官の命がビクトリーレオの中に生きてるって言ったけど、そんなの嘘だ。司令官はもう死んでしまったんだ。見ろ、ヘルバットだ。トランスフォーム。マルチ戦隊がシャシャリ出てきたっすよ。マルチめ、目に物見せてくれるわ。お前たちの役目はエネルギーを奪うことだと命令したはずだ。忘れないっすよ、ヘルバットに。もう来る頃ですぜ、エネルギートレーラーが。抜かるな、マッハ。なんだあれは。ウェーバー、運転手たちを安全な場所に避難させよう。オッケー、マルチオン。早く乗ってください。マルチのガキのもめ。マルチ戦隊だけではトレーラーを守れないぞ。副官、俺とラスターが援護に行く。頼む。トランスフォーム、トランスフォーム。このままではラチが開かない。マルチ戦隊合体だ。おう、トランスフォーム合体ラウンドクロス。ラキンガー。あやややややや。あっ、うお。野郎ども、合体だ。トランスアウト、トランスアウト、トランスアウト、トランスアウト。総司令官、私が出動します。待て、ブラッカー。君もまだ完全ではないし、ブレイバーもラスターもダメージを受けている。今君が出動しても、果たしてロードシーザーに合体できるかどうか。しかしこのままでは。私が出動する。総司令官、ダメだよ。心配するな。おやめください。体は今パワーダウンしています。無理をなさってはどのようなことに。ビクトリーレオ。ビクトリーレオが私の代わりに出動してくれる。え？しかし今ビクトリーレオを出動させるのは無謀では。大丈夫だ、レオ頼むぞ。
取り入れよトランスフォーム。ビクトリーレオのパワーは予想していた以上のものだ。しかし今はパワーだけで戦っている。早くゴッド人類の正義を愛する心がよみがえれば。グレートショット。いや、ゴッド人雷のことを聞いた。驚いたぞ。君を呼んだのはゴッド人雷の後任として第二方面軍の司令官を引き受けてもらいたいと思ったからだ。第二方面軍の司令官か。拙者は司令官の器ではないと思うが。この通り、私が戦力として復帰するまで時間がかかる。ぜひ君に引き受けてもらいたい。よし、引き受けよう。ただし辞めたくなったらいつでも辞めさせてもらうぞ。それでもよいか。サイバートロンのピンチはビクトリーレオの活躍で切り抜けられた。だがビクトリーレオにゴッド人雷の正義を愛する心と闘魂がよみがえるのはいつの日であろうか。新生ビクトリーレオはその野獣のパワーをむき出しにしてレストロンとの戦いにのみ走る。待つんだレオ。君にも助けを求めるジャンの叫びが聞こえるはずだ。次回トランスフォーマービクトリー、目覚めよビクトリーレオ。さあ君も一緒にレッツゴー。叱られましたか？僕たちみたいな子でした。
たか。